皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。おっとりやギターです。本日ご紹介するギターはですね、かなり人気があるモデルでお探しの方も多いのではないでしょうか。本日ご紹介するギターはこちらです。ギブソンの J45 です。このギブソンの J45、 年代によって様々な仕様があります。どの仕様を買えばいいかなって迷われてる方も多いんじゃないかなと思うんですね。今回のこのモデルは1999年製となっておりまして、型番がギブソンアーリー J45 というモデルです。このアーリー J45 というのは1990年代後半にですね、短期間のみ生産された特別モデルとなっておりまして、ヴィンテージルックなそんなギターでございます。ですので今回はこんな方におすすめです。ヴィンテージの J45 欲しいけどなかなか手が届かないですとか、お手頃なユーズドの J45 をお探しの方、そんな方にぴったりでございます。動画の最後でプライスも発表しますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ではこのギターのスペックコンディションを一緒に見ていきたいと思います。ボディ形状はおなじみのラウンドショルダータイプとなっております。肩の部分が撫で型になっているのが特徴です。カラーは一番人気ヴィンテージサンバーストです。トップスプルース、サイドバックはマホガニーのオールタン版、ネックマホガニー、指板ブリッジはローズウッド、ブレーシングはスキャロップドエクスプレーシング、ナット幅は約 43.7mm で、シェイプはですね、薄くもなく太くもないかまぼこ型。このアーリー J45 は40年代、50年代の復刻モデルと言われておりますけども、このネックはですね、現行のモデルとあまり変わらないです。ペグはクルーソンタイプの白ボタンペグ、スモールピックガード、そしてこちらのモデルはフィッシュマンのピエゾピックアップも搭載してますので、ライブで即戦力にもなります。以上のスペックを見ますと、この白ボタンペグであったりとか、スモールピックガードというのが、1940年代、50年代のスタイルといったところじゃないでしょうか。こちらは2019年製の現行モデルですけども、比べてみますとですね、このペグの違いというのが一番大きな違いじゃないかなと思います。ではコンディションの説明です。まずマイナスポイントから。一弦側のネックヒールのところに、ストラップピンの取り付け跡があります。今はしっかりと塞がれています。ヘッド先端の当て傷、細かな傷や打痕、ボディ全体に入ったウェザーチェック。といったようにですね、全体的に使用感がある個体です。ですので、備品好きな方には不向きな個体ですけども、これぐらいの使用感があった方が逆にかっこいいという思われる方にはおすすめの個体です。私個人的にもですね、このギブソンでしたら、このぐらいのですね、使用感ですとか、このウェザーチェック、ヴィンテージのような貫禄があるギターの方が僕は大好きです。フレットの残りは7割以上残っておりまして、当面リフレットの必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元置きもありません。トラスドットにも余裕があります。現行は12フレットの6弦側で約 2.2mm、1弦側で 1.9mm と、通常よりやや低めのセッティングで非常に弾きやすいです。サドル差も約 2mm ほど残ってますので、お好みで微調整が可能です。以上のように外観は使用感がある個体ではありますけども、プレイアビリティは大変良好です。やはりユーズドのギターというのはプレイアビリティが重要ポイントだと思います。このプレイアビリティに不安がある方や、遠方の方で試奏をせずに買うのが不安だという方にも安心してご購入いただきます。私が自信を持っておすすめする J45 です。ではサウンドレビューです。製造から23年経ったこの J45、一体どんなサウンドがするんでしょうか。詳細画像と合わせてご覧ください。どうぞ。
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。では少し解説をさせていただきます。まずこの低音から聞いてください。いかがでしょうか。このドーンドーンドーンとしたこの深いのぶとい低音がですね、しっかりとこのお腹に伝わってきます。そしてこの中高音、といった感じでですね、しっかりとこのマホガニーらしい明るくブライトの中高音が鳴ってくれますよね。この J45 ならではのこのジャキジャキっとしたサウンド、非常にこの音抜けも良くてですね、弾いててすごく気持ちいいなと思います。このザクザクっとしたですね、この短めのまたサスティンが、J45 ならではのサウンドじゃないかなと思いますね。うん。まあ、私の、まあ、印象的にはですね、この23年しっかりと、まあ、引き込まれてきた、そんな個体のように見受けられます。ですので、やっぱこのぐらいですね、こなれた J45 がいいなと思う方ですとか、あと、まあ、これだけですね、使用感がある個体ではあるので、まあ、気兼ねなくですね、もうガンガンライブですとか、もう傷がついても気にしないという方にはですね、すごく、そんな方におすすめなギターじゃないかなと思いますので、ぜひ、おっと思った方はご検討してみてはいかがでしょうか。では、プライスの発表です。こちら、1999年製、ギブソン、アーリー J45。価格は、23万1000円税込みでのご提供です。いかがでしょうか。現在ですね、ギブソン J45 大変人気がありまして、値段も高騰してきております。ぜひお探しだった方や、今回の動画を見て心が震えた方、ギターも人と同じで一期一会です。これを機会にご検討ください。ご購入のお問い合わせ先は、当店の LINE、メール、お電話で受けたまります。ビビビッと来た方、ぜひお早めにお問い合わせください。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想ですとかご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。当店はオットリーヤ公式 LINE 好評配信中です。アコギをお探しの方やアコギが大好きだという方はぜひご登録をお勧めします。ご登録方法は概要欄にございますので、そちらの方をチェックしてみてください。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。当店はですね、まだまだ皆さんにですね、紹介してないギターたくさんございます。この4月5月に入って買い取りの依頼が殺到してきておりまして、実は今日もですね、7本入荷しました。ですので今後のですね、オットリーヤチャンネルお見逃しなく、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。だからで。